山塚光男です。大阪府堺市です。はい。食べ物みんな大好きですけど、はい、麺類が好きかな。肉とか麺類18から入って47年かな、はい、今息子と孫らと野球とかしてるんで、はい、それが今楽しいですね。あ、運動になりますよ。研いでたら切れるのは当たり前なんやけど、それ以上に見た目と買う人が見た時にいいなって思うような包丁の登場というのかな、そういうのを綺麗にしたいなという感じ。まあ今言ったようなお客さんが買ってくれて、あ、よく切れて良かったわっていう声が聞こえたらやっぱし嬉しいですね。包丁はもう全部好きなんやけど、まあ、かっこいいの言ったら切り付け型とか今流行ってるからね、うん、ああそうですか。やっぱりああいうね、今までああいう形のはあんまりなかったんで、うわ10年まだ仕事してるかなっていう感じで、うん、まあね、それぐらい元気で折れたらいいんやけど、孫も入ってくれたら嬉しいんやけど。あ、青木さんやっぱり買う人の心をつかむ絵を描いてみたり、色をつけたり、持ち手の握りを変えたり、いろいろ努力してると僕は思うんですよ。はい。もうそこで止まってない。伝統を守りつつ、そうです、そうです。時代にあった。それがやっぱり素晴らしいなと僕は思いますね。